はい。ハッピー世界戦の皆様、こんにちは。竹千代です。ということで、本日は開封動画です。 あの、連休後にね、連休後に届くはずのシステム手帳だったんですけれども、えー、早めに発送してくれたのか、連休初日ですね、今日、えー、アップしてる日は7月14日なんですけれども、7月13日に届きました。もう帰ってきてからで、ね、これが楽しみで楽しみでしょうがなかったんですけれども、えー、購入したのはこちら、ブランクチュールさんのシステム手帳になっております。2012年に創業された、えー、ブランドさんで、革小物全体ですね、いろいろ作ってらっしゃるところですね。まあ、アマゾンとか楽天とかで、 一度でもシステム手帳で調べたことある人はきっとブランクチュールの、えー、システム手帳とか革小物とかはいろいろ見たことがあるっていう人がねいらっしゃると思うんですけれどもえー、と滋賀県の長浜市かなうんそこで、えー、そこに店舗もあるのかな実店舗もあるそうですということで開けていきましょうでちなみにですね、えー、こちら購入して 何日ぐらい届いたのちょっと忘れちゃったんだけど、たぶんね、5日6日ぐらいは、たぶん営業日、営業日5日6日ぐらいは、ちょっと、あの何、何見てくださいね、みたいな感じだったと思うんですけれども、それはあ詳しくね、楽天とかね、アマゾンとかの,あの注意事項のところを見てみてください。で、紙をね、開けまして、よいしょ。紙を開けまして、で、こちらですね、不織布にも入ってますね。不織布に入ってる、こちらシール、剥がしました。 じゃあ、開けてみまーす。ジューかわいいあ、なんか出た。ロランクチュールって出た。かわいい見てかわいいあ、でね、今ね、あれです。これね、色味はね、できるだけね、できるだけ、その、この色味ってすっごい難しくて、私ね、その来る前に、いろいろなんていうの、その、 手帳のさ、その画像とか色味とかこう見ながらさ、どのフィルターが一番この色味を再現できるかなと思って実験してこのフィルターにしたんですけれども、あのね、普通のフィルターでやると全然違う色になっちゃうの。フィルターっていうか、ノーマルのカメラとかでも全く違う色になっちゃって、これはね、すごい難しいですね。ただね、まあ、今画面に映ってるのはちょっと緑がね、強くなっちゃってるけれども、青緑系の手帳になっております。 かわいい。そしてね、こちらがですね、バイブルじゃなくて、B6 セ寸サイズになります。B6 セ寸サイズね。見てくだちゃん、これ、ね。で、ここが可動式のペンホルダーになってて、割と太い軸も入りそうですね。このぐらいだったらセーラーも入るかな。入りそうだな。入った。よし。こんな感じになっております。 でベルトも、えー、と結構なんかちゃんとホールドしてくれそうな感じですね。 色味がね、いっぱいあったんですよ。で、私だったら、私はいつも黒とか、あとブラウン系のキャメルっぽい色とかね、あと赤とか、なんかそういうの最初、どうしようかなと思った時に、えー、どれがいいかな、赤かなとかね、思ってたんですけれども、この色をね、なんかあの、見た時に、え、めっちゃ綺麗な色じゃないと思って、これもうほんと何とも言えない感じなのよ。このなんかさ、すごい水面見てるようでしょ。海水、海、海水海水海水,海,水海のさ。<laughs> みたいなたまにこんな色の時ありますけれどもそういうねなんか色味のものって私青い手帳ってね全然持ってなくってネイビーもね多分1冊しかないかもしんない、うん、とりあえず青系の手帳っていうのが、ま、ほとんどなくてですねこうパッ と見た感じ、あの、アシフォードのモダングレースでさ、あの、ここが水色で、あの、こっち側がピンクで、みたいなさ、そのポリゴンみたいなカラーのね、ポケモンのポリゴンみたいなカラーのやつはあっても、 あんまり、なんか全体がブルーみたいなやつは多分あって一冊とかそのぐらいだったんじゃないかなと思います。なんで、えー、ほぼほぼ初めてに近いようなこんな感じの色、青緑系のね、色を購入してみました。めちゃくちゃ綺麗です。これはね、ぜひぜひね、あの、ちゃんと調べてみてみて。うん、おそらくもう本当肉眼で見るのが一番美しい、え色味になっております。うん。で、 ベルトを開けると、リングは15ミリリングですね。15ミリリングで、ここにポッケがついてて、こっちにもサイドにもこっちね、ポケットがついてると。でも最初から結構ね、ペッ,ペッカペカですね。なんか綺麗な感じ。で、こちらの、なんか手帳の情報とかはどっかに載ってたりとかするのかな。うん,、うん。ブランクチュールでは植物担任で舐めされたメガを使用しております。だから、やっぱり、 いやうん、このさ、単人、単人なめしとかの方が、エイジングがね、すごい綺麗なんですよ。めちゃくちゃエイジングしたりとかするから、でもこれもう最初からすっごい綺麗だけれども、おそらくもっと使っていくとさ、色味がさ、もうちょい濃くなったりとか、あとはツヤがすごく増したりとかね、多分オイル、オイリーな感じのレザーだと思うから、えー、おそらく、うーんと、 そんな感じのね、ツヤ家になるんじゃないのかなと思います。で、インスタグラムとかで、ブランクチュールのね、インスタグラムあるから、そこでね、見える、見れると思う。なんかいろんな、エイジングとか、あとこういう商品があるよとかね。あの、更新頻度はちょっとわかんないですけれども、一応見てみてください。さっきね、あの、こっちのね、 このインスタグラム、ブランクチュール村ってなってるやつはね、私はあの全然インスタグラムが反応しなかったんで、普通にブランクチュールで検索したら出てきたんで、それが正式な今、インスタグラムなのかな。 うん。で、こんな感じで、その手帳カバーとかシステム手帳とか、ま、ミニ6サイズはね、ミニ6セース、あ、ミニ6じゃなくて、A7 セースなんだっけな。うん、それもあると思います。で、ほぼ日の手帳カバーとかトラベラーズノートのカバーとかもね、いろいろあるので、こういうのでね、ぜひぜひ見てみてくださいね。あの、ここら辺の際、これ、この色がね、あの、こっちなんだけれども、なかなか難しいんだよね、この色味ね。 さっきね、あのー、もういろんなそのフィルターみたいなやつでね、てか、あれなのよ、正直言うと、一回ね、取り直ししたのよ、これ。一 <laughs> 回、開封した時に、えっ、ー、と、あまりにも色味がね、肉眼で見てるのとカメラが全然違いすぎて、で、私がいつも標準で設定してる、 えっと、何カメラっていうのは、そのアンドロイド使ってるんだけれども、そこのね、アンドロイドの標準でも、全然この色味の感じ出なくて、青緑の感じ全く出なくって、え、むずと思って、いろいろなんか、ああ、これに合うようなフィルターないかな、みたいな、このど、もう肉眼でね、見たような感じの色が、少しでもこっち回路、何かないかなと思って探して、えー、このね、色味にしたんで、手がね、完全になんか白飛びしてると思うんですけど、こんな感じでね、めちゃくちゃ綺麗になって、 ななね手帳になっておりますで B6 セーフのさ B6 セーフなんで B6 のサイズのリフィルをそのまま入れることができますただ一般的 B6 サイズのリフィルっていうのはんと発売とかはそのしてなくて、まあ、個人で作ってらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども普通にメーカーとして発売してるものはなくてでこれはもうバイブルとねこのピッチが同じなのでバイブルサイズのリフィル普通に入れることができますまあ今欲しいの私メモリストのさリフィルでさ新しいのいろいろ出たからそれ これれでで欲しいなと思ってるんですけれどもでこの15ミリリングにねちょっと入れていきましょうかねで最近は私はそのライフのライフのえっ、ー、とあった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 たこちらのライフのノーブルパッドセクションタイプですねこちらを使っておりますあーでも色味的にはやっぱりこれがいこのフィルターが一番ちゃんとパキパキの色味出るなあのほんとでこんな色オレンジ色のさすごいあのバチバチのオレンジの色ね で中身がちょっとクリームがかったこのセクション方眼になっております。よいしょ。オーセンとかどうなっちゃうんだろう、このフィルター。あ、これ色的にめっちゃいいじゃん。自分の肌色が少し飛ぶだけで手帳の色は肉眼と同じような感じだな。 今度からこれ使おうかそう <laughs> いつもさ、あの、なんか自分のさ、その手とか映しちゃうとさ、結構何、ちょっとピンク味があるような感じのフィルターだから全然使わないんですけれども、一番なんか肉眼に近いような感じなの、天君のお洋服とかもちゃんと見えるのかな。 あ、天天のお洋服とかも一番なんか色近いわ。あ、このフィルターあ。あ、新たな発見がありましたね。このフィルターはめちゃくちゃ使えるっていうね。<laughs> ということで、じゃあね、入れていきましょう。もういろんなので試してみるっていうね。<laughs> どんな見え方すんのかなみたいな感じで。で、よいしょっと。あ、まずあれだね。フランクリンプランナー入れないと。フランクリンプランナーのこの今、温泉に入っているものを移動させましょう。 てことはフランクリンプランナーのコンパクトサイズのえー、っとプロテクターも入れられるっていうことだからちょっと後でプロテクター探しましょうね。よいしょ。えい。で、これを入れまして、もうそのまま入れちゃいますね。で、次に B6 サイズのリフィル書きまくった、今までね、こう書きまくっていたやつですね。これも入れて。よいしょ もうさ、7月9日から書き始めたばっかりなんですけれども、もうなんかこん、あ、ごめんごめんごめん、すげずれちゃった。もういかんせんカメラが重いからさ、ちょっとずれちゃうんだよね。よいしょっと、OK かな。はい、よし。7月9日からね、書き始めたリフィルなんですけれども、もうだいぶ、だいぶね、こんな感じで、結構ななんか枚数いったんで、えー、っと、ここに一応、 久しぶりにね、インデックスをね、つけてみました。最近インデックスって全然つけてなかったんですけれども、私はもともとインデックスも大好きマンなので、そう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 、インデックスつけてなんぼみたいな人間だったんですけれども、今ちょっと久しぶりですね。全然高さ合ってないんだけど <laughs>、全く高さ合ってないんだけど、この適当さがね、わかるよね、私の。 穴さこうやってさ自作のリフィルとか穴開けるときとかってさ本当に気にする人は多分寸分の狂いもないように穴綺麗に慎重に開けると思うんですけれども私は結構アバウトで適当なのでえー、だいぶだいぶずれてるねだいぶずれてて超やりづらいんだけどどういうことどうやったらこんなにずれるのよよいしょえいそうやめてよいし でこのさ B6 精寸だからこの B6 のリフィルは何も加工もしないままね横を切ることなくそのまま入れることができますい,しいや B6 はねいいよめっちゃいい今ね私はこの筆記面積がすごく必要ですね で、フランクリンと比べてもこんな感じフランクリンのコンパクトサイズもさバイブルワイドだから、えー、バイブルサイズよりかはでかいサイズになってるんですけれども B6 ってなるとさらにでかくなっておりますでちょっと全体がね見えるようにちょっと引きましてこれで全体が入ったかなこんな感じですねもうねほんとライトの当たり加減で全然違う色に見えちゃうんだよねもうほんとだからこれは生で見てこれがねあのー 選ぶ欄にあのブルーみのあるやつってこれしかなかったと思うから、うん、それですあの海みたいなん、ね、できな色してるんですぐ一発でわかると思ういいねなんかやっぱバイブルサイズでかいよバイブルサイズで,でかいんですけれども今オーセンさんちょっとオーセンのノートタイプとねちょっと比べてみますけれどもこんな感じで結構この分ね割とでかめなんですけれどもただこの B6 っていうこのサイズ感ねたまらん たまらんしこの綺麗な感じもたまらんうわいいねいい匂い <laughs> ちょっとド変態みたいな声が出ましたけれどもあでも確かにねこうパッと見た時ね他のちょっとベルトタイプのシステム手帳のバイブルサイズ持ってこようかこのぐらいのでかさになるとおそらくロロマの2 4ミリとかそのぐらいのやつでも、えー、結構なんか貼れるぐらいに大きいかもしれない うん、それよりも全然でかいで一応これがねロロマン 24mm ねあこれさすがにロロマン 24mm のこのブラウンはね全然あの色違って見えますねオレンジっぽく見えちゃってるけどこれブラ普通の茶色ねうーんそうね比べるとまこんな感じで若干やっぱりこっちの方がね B6 セースンの方がえーっとでかいなっていう感じかなうんいい勝負ですねよしオッオッケー,ッケーなるほどね なんで皆さんもう多分さ、えー、と今回はこの色味ねちょっと青緑っぽいこの色味を見せるためにちょっといつもと違うフィルターをねできるだけその肉眼のね綺麗さを、ね、味わってほしいんだけれどもあのそれでもね今この角度でちょうどその肉眼と同じような感じかな。 あんまりライトが当たりすぎるとまたちょっと違っちゃうんだよね。これはすごく難しいです。えー、っと、今までシステムティッチをいろいろ使ってきて、その色味の,の再現っていうのは、ね、動画とか静止画になるとね、その写真になると、途端に難しくなる色って結構あるんですよ。あとなんだろう、ルガード、ルガードじゃなくて、 あの、いろいろあった。あの、過去にもね、全然この色じゃないからね、みたいなね、感じのやつあったんですけれども、こちらもね、もうフィルターは多分明日以降は普通のいつも使ってるやつに戻ると思うんですけれども、あの、色味はね、あの、こっちの方が、今のこの動画の方が、えー、割と、まあ、肉眼に近い。 これもうほんと難しい。これ写真撮るのもすごい大変だと思うよ。だって普通に撮ったらさ、普通のね、標準の、ね、フィルタール、標準のフィルターじゃなくて標準のカメラでやったら、すごくなんか暗くなっちゃって。 ええと、全然ね、このね、緑っぽさもなければ、んなんかただの青みたいな感じになっちゃったのね。これじゃいけないなと思って、いろいろこう試して、もう何十種類ってさ、この標準のカメラプラス、えっと、アンドロイドのさ、そのカメラのさ、フィルターって、べべーっていっぱいブワーってあるんですけれども、それのね、もう中の、まこれがマシだったってやつね <laughs>。これがマシだったっていうやつです。 ということで、じゃあ、こちらのね、新しい手帳になったので、じゃあ、他のちょっとリフィルもってことは、B6 サイズの下敷き、下敷き、これ前入れとけばいいのかもっと薄い下敷きあるかなでも、B6 の下敷きだったらちょっとありそうだよね。探そうと思えば。なんで、えーと、B6 の下敷きおよびプロテクターですね。やっぱり。よいしょ 黄色くの下敷きを買ってそれに穴を開けるかまあ、ただ私の持ってるね6穴パンチでそのプラスチック系に穴開けるってなると結構難しいと思うからちょっと多分フランクリンプランナーかなんかのコンパクトサイズのねこのプロテクターかなんかを利用するかなと思うんですけれどもよしまあでもこのなぎなたがね入ってよかったですねこれね ああ、めっちゃかわいい。で、ベルトかなり長めです。なので、たくさん中身に入れたとしても、まあ、15ミリリングだからさ、その、たくさん中身入れるって言っても限度があるんだけれども、中身たくさん入れてパンパンになったとしても、もう、リフィル以外にね、そのノートとかもさ、この中に入れたりとかして、えっ、ー、と、パンパンになったとしても、 なおね、こう包み込んでくれるようなね、手帳のこのベルトの長さじゃないかなと思います。あともう全然話関係ないんだけどさ、ノートでさ、私動画で、ね、動画をね、ノートにアップするのをできるとは知ってたんだけれども、ずーっとやってこなかったのね。<laughs> で、つい今日ね、今朝ね、7月12日の朝に、ちょっと試しにやってみようと思って、やったらすげー簡単にできて、なんかね、アプリをね、ちょっとダウンロードし,ダウンロードしなきゃいけないんだよね。その、その動画、 をアップできるようなアプリがあって、そう、YouTube か、それかみたいな、あれ、なんて読むのベベベべみじゃなくてなんだっけななんかよ、なんかよく見方全然わかんないんだけれども、えー、そんな感じのね、アプリがあって、そこに一旦ダウンロードしたやつをリンクをそのノートに貼り付けると動画がアップされるみたいなね、えー、そんな感じのがあって、やってみたらですね、めちゃくちゃ簡単にできて、なんでこれからね、ノートとかでも、あの、これは、でもノートのね、やつは動画はもう定期のさ、型といろいろね、<laughs> そうそう、作、作ってい いきたいので、そうそう,そう内容はねちょっと他のプライベート的な内容になるかもしれないですね。この昨日昨日じゃなくて今日はね4月の12日のね朝はね、えー、超めっちゃダサい格好でね <laughs> 挨拶してる動画を上げたんですけれども、まあ、そんな感じでねちょっといろいろな動画をね撮っていけたらなと思っております。ということで今日はですねちょっと短いんだけれども。 これは、あ、なるほどね。ブランクチュール村の物語ということで、ちゃんとこういう風にね、物語になってますね。なんかこの、ハニーちゃんとかミネットさんとか、ラパンさんとか。ね、ラパンってさ、え、ラパンって、え、何語でウサギなのえ、ウサギっていうのウサギなのラパンって。え、私さ、車もラパンなんだけどさ、 ずーっと何にも疑問に思ってなかったけどさ、ラパンってウサギって意味なの <laughs> それともなんか、ラパンっていう言葉が何か、あ,あの、ウサギ的な意味を指す言葉なの <laughs> まあ、あとりあえずちょっとわかんないけど <laughs>。もうね、ラパンさんとムートンさんね。あ、でもそれっぽいよね。ム,ムートンさんがいるからね。 なるほどね。で、こういう、なんか、ブランクチュールのその実店舗はこんな感じですよとか、あと、顔もね、なんかその色味とかもすごい特注されてるらしいですね。まあ、そこら辺の、えっ、ー、と、背景的なこととかも、えー、調べるとね、すぐ出てくると思います。それこそ、ホームページとかさ、最初から見ちゃうのがね、一番いいかもしれないですね。システム手帳も、バイブル15ミリ、システム手帳ミニロック、ほぼ日手帳カバー、トラベラーズノートのカバー、自分手帳のオーガナイザーとかね。 あとはキーケース、キーホルダー、名刺入れ、パスケース、ステーショナリーグッズでしょ。あ、なんかさ、どれだっけジョッターだっけなんかさ、多分星野桂天々が、これ、みたいな感じのさ、ことをスレッズかなんかに、なんか言ってたような気がするんだけれども、もしかしたらこれかもしれないですね。で、財布、コインケースとかね、まあ、SNS も、まあ、Twitter でも、も、ま、う、あ、X になっちゃってるけれども、Facebook とか Instagram も、えー、いろいろありますよと。で、電車でお越しの方、あ、こんな感じら,らしいです。 うん。<laughs> 一番近いのは、どこからなんだろう。名古屋駅からが一番近いのかな。あ、でもそんな。 近くはないか ?1 時間かかるから。まあ、とりあえず、その、店舗があるらしいので、ぜひぜひ近くの方はね、行ってみてください。ちょっと今日動画短いんですけれども、もう中身のね、ちょっと作るのもね、えー、これからちょっとじっくり私はリフィルの棚と向き合って、え、やりたいので、あとはメモリストのリフィルとかね、いろいろ注文しながらやりたいので、またね、後日にね、回そうと思います。ということで、今日も見てくださりありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。バイチャー